こんにちは、すーちゃんです。そうですね、久々に、ちょっと車中泊が舞い込みやますし、向かってます。来月ね、また北海道の方出かけるんで、まあその前準備というか、ちょっともろもろね、不具合とか、直しとかね、またやらないかんかもわからんので、そのためにちょっとお試し車中泊でございます。雨の中ね、雨の日もやっぱり車中泊もね、結構しないといけないんで、雨漏れというか、まあもろもろね、雨対策とかも考慮して、今日は雨の日の車中泊になります。あの正面のね、白い橋、あれを渡ったら道の駅マインドピアビッシュでございます。どうなんかな、今日は好き具合。到着、ちょっとあっち行ってみようかな。先昔のね、簡単な晩飯いただきます。
ちょっとね、久々なんでちょっと寝れなんだ。このマットがね、ちょっと変にやおかったのと、これちょっといただきの、なんですけど、それと枕やな。この枕も空気が抜けてぺちゃんこになるし、やっぱりそば枕でないといかんかな。いまいちでした。睡眠は大事なんでね、ちょっと改善したいと思います。もうね、早々と向こうの軽トラ兄さんもいなくなってます。まあ何時、まあね、もう全然です。あり、こんな感じかな。全然です。ということで、久々の道の駅での車中泊でございました。さあ、早速帰って、ちょっと寝床また改良せんといけません。ではまた次回、バイバイ。